どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、断食したことあるか？あるわよ。すっごい辛いけど、ダイエットのためよ。健康にも良いっていうもんな。今回紹介するのは、その断食療法で推定40人も犠牲者を出した恐ろしい医者の話だ。40人、一体どんな断食療法だったの？断食療法は、正しく行えば健康に良いけどな。間違った方法でやるとただの拷問だ。犠牲者がそれだけ出るってことは、正しい方法じゃなかったことは明白よね。そうだな。よし、それじゃこの事件について解説するぞ。それでは、ゆっくりしていってね。今回紹介する事件の主役は医師のリンダ・ハザードという人物だ。医師が事件を起こしたの？そうだ。しかも事件の中核は断食療法だぜ。え、断食療法の何が問題だったの？いや、断食療法が問題じゃないぞ。断食も何でもそうなのだが、やるからにはちゃんと正しい知識と方法でやらないとダメだよな。そりゃそうよね。話を戻そう。リンダは断食療法を強く推していたんだ。リンダ自身も断食をしていたの？そういうわけでもないんだな。おそらく流行りに乗っかったんだろう。当時のアメリカでは断食ブームであった。ああ、いるいる。そうやって流行りに乗っかって人儲けしようとするやつ。そんなリンダの生い立ちから紹介するぞ。リンダは1867年にアメリカのミネソタ州、カーバー郡で生まれた。リンダは18歳で結婚し、二人の子供を育てながら、幸せな結婚生活を送っているかのように思われた。思われたってことは？そう。リンダは31歳の時に突然、家出するんだぜ。何があったの？夫からのモラハラとか？いや、そういうことではないらしい。母親や妻としてではなく、一人の女性として生きていきたい。という理由から、家族と町を捨てて開発が盛んなミネアポリスへ移住する。当時にしてはとても革新的な考え方の女性だったんじゃない？そうだろうな。女性が独立すること自体、とても珍しい時代だったはずだぜ。ミネアポリスへ移住したリンダは、サミュエルという男性と結婚するんだ。え、自由を求めて家族を捨てたのに、また結婚したの？まあこればっかりはな。恋愛はわからないからな。しかしこのサミュエルという男、とんだダメンズなんだぜ。え、どんな種類のダメンズ？暴力、ギャンブル、なんと重婚で逮捕されるんだ。は、結婚詐欺。というか、もともとサミュエルはバツ2とリンダに説明していたんだ。しかし、2番目の妻との離婚がまだ成立していなかった。なるほど、だから重婚ってことね。それだけじゃないぞ、アルチューや浮気癖もひどかった。サミュエルはもともと陸軍のエリートだったが、軍資金不正使用でクビになっていた経歴があるんだぜ。絵に描いたようなダメンズじゃない。本当だよな。でもリンダは逮捕されたサミュエルをけなげに待つんだぜ。ありがちね。2年間の服役を終えたサミュエルは、リンダと共にワシントンへと移住する。リンダは医師免許を取得していたんだ。随分話が飛んだわねー。医師になっていたの？そうだ。当時のワシントン州は、大学できちんと医学を専攻していなくても、医師免許が取れたんだぜ。どういうこと？意味がわからないんだけど。大体医療でも医師免許を発行しちゃってたってわけさ。リンダはオステオパシを学んでいたんだ。オステオパシって、整体術よね。お、霊夢、よく知っているな。ってことはリンダは大学に行っていないの？そうなるな。今じゃちょっと考えられないよな。リンダは医師免許取得と同時に、病気治療のための断食という本を出版したんだ。これが大ヒット。え、リンダは栄養学の知識もあったの？ないぜ。粒の素人さ。怖すぎるんだけど、なんで断食に知見があったのかしら。さっきも言った通り、当時のアメリカでは断食ブームだったんだ。最も売れていた本が健康の福音書という本で、エドワード・フッカー・デュイという人物が書いたものだ。断食の効果について書かれており、このエドワードはリンダの師匠でもあった。なるほど。だからリンダも断食へと傾倒したのね。そうだな。リンダも自身の本が売れたことで、サナトリウムを開設した。1908年のことだ。すごいわねー。当然リンダが院長よね。そうだ。リンダは自然療法診療所という名称で開設したんだ。あらゆる病を治すためには、薬も手術も必要ない。なぜなら全ての病の原因は血液が汚れていることだから。という医療方針を掲げていた。なんだか読めてきた気がするわ。血液をきれいにすれば自然治癒するって感じかしら。そうだ。血液が汚れるのは食べ過ぎが原因だから、断食で血液をきれいにしよう、って考え方だな。かなり極端な思想ね。断食も正しくやれば健康に良いのでしょうけど。なんと、リンダは、断食で血がきれいになれば、結核も腫痛も治る、と豪語していたんだぜ。
虫歯まで。絶対無理よね。現代医学が当然となっている今の時代では笑い話だがな。当時は真剣にそれが信じられていたんだと思うぜ。時代が違えば、常識も違うものね。リンダは極端な思想をもとに独自の断食療法を確立して、自分の病院の患者に実行させていたんだ。どんな方法なの？リンダに影響を与えたエドワード氏の方法を、独自にアレンジしたのさ。具体的には、まず食事は朝食抜きの1日2回だ。これはエドワード氏も推奨していた。うん、これは理解できるわね。しかし2回の食事の内容が問題だ。カップ1杯のトマトとアスパラガスのスープ、時々マッシュポテト、オレンジジュース、ヨーグルト。少ないわね。空腹で倒れちゃうわ。それだけじゃないぞ、激痛マッサージを日々行うんだ。汚れは外に出ていけ、と大声で叫びながら、患者に鉄拳マッサージを施す。ゼック、何それ、暴行じゃない。まだまだ、極めつけは毎日6リットルの水で、3時間にわたる環境を行うんだぜ。死んじゃうわよ。そうさ。毎日の鉄拳マッサージによる激痛と環境で、気絶する人も少なくなかった。もはやそれは断食ではないわね。拷問だよな。本来断食は一定期間水分のみで、異変があればすぐやめるべきなんだ。そりゃそうよ、命に関わるわ。しかしリンダ流断食は、断食がやめられるのは、患者の病気が治った時のみだぜ。怖すぎる。患者からの不満はなかったの？そりゃあったさ。しかしリンダに不満を訴えても一蹴されるんだ。まだ毒が抜けていないわね。何のためにここまで頑張ってきたの？健康になりたいんでしょ。私だって頑張っているのに、とリンダから叱咤されてしまうらしい。餓死する人、いなかったの？そりゃいたさ。患者はどんどん餓死していくんだぜ。周囲からは餓死病院と呼ばれていたぐらいだ。まさに異常ね。病院で餓死ってありえないわよ。健康になりたくて入っているのに。この異常な断食療法を受けている最中に助けを求めた姉妹がいた。姉のドラと妹のクレアだ。当時30代の姉妹だった。妹のクレアはもともと肝臓が悪く、断食療法で健康になれるなら、と姉のドラを誘ってこのサナトリウムに共に入院したんだ。それがこの姉妹にとって悲劇の始まりだったってわけか。事件の発端は1911年、マーガレット・コンウェイ氏という女性のもとにアメリカから一通の手紙が届いたことから始まった。マーガレット氏はかつて乳母としてとある姉妹を育てていた。それが姉のドラと妹のクレア。今回の手紙の差出人はドラからであった。ドラはかつての自分たちの乳母であった。マーガレットに助けを求めたのね。そうだ。殺される、助けて、と手紙に記されていたんだぜ。マーガレット氏は慌ててアメリカへ渡ったのさ。しかし、当時は旅客機がなく、船で1ヶ月かけてアメリカへ渡った。そっか。1ヶ月、マーガレットも気が気じゃなかったでしょうね。そうだよな。しかし、到着した時には時すでに遅しだったんだ。え、ドラは亡くなってしまったの？亡くなったのはドラではなく、妹のクレアの方だ。80日間、リンダ式断食療法を受けた挙句に亡くなった。むしろ、80日もよく耐えたわね。かわいそうに。マーガレットは到着後、リンダから説明を受けた。クレアは10日前に治療の甲斐なく亡くなり、ドラも現在正気ではないと。は。そこまで姉妹を追いやったのはどこのドイツよ。落ち着け霊夢。マーガレットはリンダの手元を見て、あることに気づく。なんと、リンダの指には亡くなったクレアの指輪がはめられていた。え。どういうこと？当然、マーガレットはリンダに質問したんだ。その指輪はクレアのものでしょ。と。するとリンダは亡きクレアの日記帳を取り出し、最後のページを見せた。私のダイヤの指輪をお世話になったリンダ先生に使ってほしい、と記されていたんだぜ。うさんくさいわね、本当にクレアが書いたの？いや、当然リンダが日記帳を改ざんしたんだ。リンダは亡くなった患者の資産や遺品を強奪していた。クレアの指輪も現在でいうところの1800万円の価値があったらしい。それがリンダの真の狙いだったんじゃないの？霊夢は鋭いな、その通りさ。他にも遺体から金歯を抜いて売り飛ばしたりしていたらしいぜ。まさに鬼畜の所業ね。それがリンダの狙いだからさ。リンダは数々の患者を衰弱させ、正常な判断ができなくなったところで、患者の財産を預かるのさ。預かるって強奪じゃなくて、病室に置いておくと危ないから金庫に入れよう、とかなんとか言って、結局強奪さ。話を戻そう。ドラはまだかろうじて命を取り留めていた。マーガレットはドラの病室へ行く。そこにいたのは骨と皮だけの骸骨状態になった、ドラだったんだぜ。体重 22kg。22kg。小学生以下じゃない。ドラって言わなきゃわからないほどだったでしょうね。その通りさ。ドラの第一声が何か食べ物だったんだ。かわいそうに。
マーガレットが来たから安心ね。ところがそうもいかなかった。マーガレットは勝手にドラを連れ出せなかったんだ。なんで？なんと、リンダはドラの法定後見人になっていたんだ。法定後見人ってことは、ドラの資産運用の契約も、リンダはできちゃうわよね。その通りさ。とにかく勝手にドラを退院させられないんだ。なんでリンダはドラの法定後見人になっていたのかしら。リンダの知り合いに弁護士がいて、何かうまいことやっていたんだろうな。ワルワと塔を組むからな。マリサ、うまいこと言うわね。本当にそうね。ドラの救出に失敗したマーガレットは、こっそりドラに食事を与えつつ、イギリスにいるドラの叔父に助けを求めた。イギリスから叔父が急遽やってきて、リンダにドラを返すように詰め寄る。お、ついに身内の登場ね。すると驚くべきことに、リンダはドラを連れて帰りたいなら身代金を払えという。その額は2000ドル。当時の平均年収って500ドルとかよね。その通り、年収4年分だな。しかしそんなこと言ってる場合じゃない。このまま行くとドラまで犠牲になっちゃうわ。そうだ。ところで、クレアは亡くなる直前、ある弁護士に遺言を書かされているんだ。また悪徳弁護士登場ね。衰弱しきっている状態だったろうから、正常な判断はクレアにはもはや到底無理だったろうな。自身の死後、クレアの財産すべてをリンダのサナトリウムに寄付する、という内容の遺言書を作成させられたんだ。遺言書の執行者はもちろんリンダ。え、ってことはリンダはクレアの全財産を巻き上げたわけ。そうさ。クレアの口座からリンダの口座2005ドルが振り込まれていた。だからおじは身の代金として、残り半分の約1000ドルを支払い、ドラを奪還したんだ。よかった、これでドラは助かったのね。ついでにおじはワシントン州の英国領事館に、リンダのサナトリウムを調査するように依頼するんだぜ。やれやれ、調査しろ。これをきっかけに、1911年8月、リンダは逮捕される。やっと悪魔は捕まったのね。18人もこのサナトリウムで亡くなっていたんだぜ。しかし、調査して立件されたのはクレアの件のみだ。しかも過失致死で、殺人罪は適用されなかった。なんでよ。立派な殺人じゃない、18人も亡くなっているのに。からくりは死亡診断書さ。患者が亡くなると、死亡診断書はリンダが書く。死因は患者の持病を書いていたんだ。遺体はもう処理されているから再調査はできない。まさに死人に口なしね。そうだな。裁判の時に、リンダはこう言い放ったんだ。医者が患者を治療するのは当然。医者が治療のために薬を与え、その直後に患者が亡くなったとしても、それは殺人とは言えない。私が女なのに成功しているから、他の医者から妬まれている。薬や手術をしないで健康になれると私は証明してきた。それを不都合に感じる人たちの策略で、今このような目に遭っているのだ。何そのロジック尻滅裂じゃない、患者の財産を分取っていた件は、それも罪に問われることなく、結局懲役2年から20年、しかしも半周だったからか2年で出所するんだ。世の中狂ってるわね。出所後はどうなったの？もう医師免許は剥奪されたのよね。さすが霊夢、その通りさ。医師免許を剥奪されたリンダだが、出所後すぐにニュージーランドで本を出した。え、何の本？まさか、そのまさかさ、まあ、タコリズに断食の本を出すんだ。これまた大ヒット。リンダも世間もどれだけ懲りないのかしらね。それだけやり方が上手なんだろうな。前回の出版本ヒットからのサナトリウム建設も、裏で夫のサミュエルが牽引していたからな。ずる賢い夫婦だったんでしょうね。また栄養学の根拠のかけらもない断食療法の本を出すとは。こうして儲けた金で夫婦はアメリカへ戻り、今度は断食を謳った健康学校を開いたんだぜ。手を返し名を変え。その通り。形を変えて、同じことを繰り返すんだ。結局犠牲者は40人に上った。一度手にした成功は、忘れられないのかしらね。リンダにはカリスマ性もあったらしいからな。事実、リンダが逮捕された時も署名活動や抗議の手紙が、一定数集まったらしいぞ。なんで騙されちゃうのかしら。実際に持病が良くなった人もいたらしいからな。ま、たまたまだと思うけどな。よっぽど運が良かったんでしょうね。鉄拳マッサージと3時間環境じゃ、普通衰弱するわよ。ところで霊夢、このリンダ式断食療法の最後の犠牲者は誰だと思う？え、誰？全く見当もつかないけど。何とリンダ本人さ。え？リンダ本人も71歳の時に体調を崩し、自分で自分の断食療法を試してみたんだ。それだけ自信があったのね。しかし、結果として自分自身、亡くなってしまったってわけさ。まあ、根拠も何もないただの過酷な断食だものね。因果応報ってやつね。今回の話は、あくまでも断食が悪いわけではないぞ。わかっているわ、このリンダっていうおかしな医師がダメよ。
結果として40人も犠牲者を出した、ただの鬼畜女だったってわけだが、誰もが願う健康になりたい、って気持ちを利用したってことよね。しかも金品も強奪しているし、とんでもない女詐欺師だったよな。こういう奴に医師免許なんて、ありえないわよね。ところで霊夢、ファスティングしようぜ。食べ過ぎたのか、胃腸の調子が悪いんだよな。なんだかそんな気分になれないわ。マリサ一人でやってよ。というわけで、今回はアメリカで起きた拷問断食療法の事件を紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。